日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団は、土屋清が代表を務める日本の宗教法人である。日本のプロテスタントペンテコステ派の団体で、日本福音同盟に加盟している。日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団正門。左、中央聖書人学校学生寮。右、中央聖書協会。20世紀初頭のアメリカで起こったアズサストリート。 リバイバルに始まる近代ペンテコステ運動を発祥とする。対象初期にペンテコステ信仰に立つ宣教師が複数来日するが、1913年にその一人であるシーカイジュルゲンセンとその一家が来日する。その後、1914年4月2日にアメリカでアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団が結成され、ジュルゲンセンも加入する。1921年には、 後に、教団総理となる、弓山清葉が、選挙活動に加わり、教団の基礎を築く。1941年、日本キリスト教団の成立に伴い、第10部に所属するが、戦後離脱し、1949年に、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団を結成する。教団本部の所在地は、東京都豊島区、駒込。教団立の神学校として、 中央聖書人学校が教団本部に隣接して設置されている。教団総会における教生報告では、信徒数12,191名、教会、伝道書数合計218を要する。1988年、日本福音同盟に加入した。礼拝中の説教に手話通訳をつけたり、中央聖書人学校に、老舎者聖書学校家庭を設けたりするなど、 聴覚障害者伝道に力を入れている。基本的心理に関する宣言を必要最小限の協議として掲げている。以下に項目ごとの主な内容を記す。聖書の無護性、生活規範性三位一体、イエス・キリストの神聖人間の全敵堕落キリストは唯一の食材種であること、及び信仰義人洗礼と生産の遵守制令の バプテスマは、神聖とは別個の経験であり、すべての信者に受ける資格がある精霊のバプテスマを、受けたことは威言によって証明される成果は、日々の信仰生活の過程の中で実現する教会の、使命遂行に寄与する精霊のバプテスマの、協調教会の使命とは、世界宣教、神への礼拝、教会育成である神へは、福音の不可欠要素であるキリストの再臨及び、信者の復活、 京挙キリストの地上再臨後の千年祈祷地最後の審判進展、新地特に上記項目の7、8の印としての遺言を伴う精霊のバプテスマに関する協議にこの教団内し、古典的ペンテコステ運動の神学的特色を見ることができる。教団の運営計画は、教団総会によって決定される。運営計画の執行は、理事会が担当する。 理事会の配下組織として、局、部、委員会が置かれている。全国の教会は11の教区に区分されている。教団の教師養成機関として、中央聖書人学校が置かれている。神学校の運営は、学校理事会が責任を持つ。教師は、聖教師と補え教師からなり、それぞれ個別の検定試験に合格し、理事長の認証を得ることが求められる。 教会を担当する、聖教師は、牧師、補教師は伝道師と呼ばれる。教団の信徒となるためには、基本的心理に関する宣言を告白し、宣令を受け、教会の会員に加入することが求められる。ABCDE 宗教年間、令和元年版日本福音同盟会員、教団ニュースアッセンブリーニュース、これは、聖書の真理のすべてを包含しているとは言えない。しかし、 これらの基本的教理に関する私たちの必要を奉願するものである。御言葉に立ち、御礼に導かれて、教団創立50年史より、教会員、筆形166から169ページ。ありがとうございます。